何よりも一番色が入っているっていうのがね、素晴らしいですね。チキチキこんにちは、表参道ヒラティスト、あやまるです。今回は白髪染めシャンプーを検証しつつベスト3を発表していきたいと思います。今回検証していく白髪染めシャンプーはじゃーん、こちら。口コミで人気のある5種類用意させていただきました。もしかしたらね、皆さんが使ってるシャンプーもあるんじゃないですか。それぞれの詳しい説明に関しては実際に染めながら説明していきたいと思いますので、これから実際に染め具合見ながらベスト3発表していきたいと思います。さあ、一体どれが1位に選ばれるのか楽しみですね。はい、で今回なんですけど、いつも通りこういった感じでちょっと先に毛束のセットを作らせていただいたんですけど、こんな感じで白い毛束、黒い毛束両方を使って染まり具合見ていくんですけど、1回だと正直あんまり変化を感じない可能性があるので、今回はそれぞれ5回ずつシャンプーして毛束の状態を確認していきたいと思います。でこの毛束は通常のシャンプーの時みたいに髪の毛濡らしてシャンプーってやるじゃないですか。その状態と同じにするためにこの毛束もね、1回濡らしてこようと思います。で今回使うシャンプーなんですけど、染まり具合のね、一個一個の違いが分かりやすいように全部統一してダークブラウンの色にしました。で一個一個毛束使ってシャンプーしていって、それぞれの使用感だったり香りを比較しつつ、染め終わってからの染まり具合だったり手触りとかツヤ感だったりも見ていきたいと思います。はい、では早速まず一つ目やっていきたいと思います。まず1個目はこちらの極美のカラーシャンプーです。ダークブラウン 300ml の5478円です。こちらのシャンプーは無添加自然由来の成分にこだわっていて、頭皮に優しいシャンプーになっています。31種類の植物エキス、4種類の天然オイルを配合していて、髪の毛をケアしながら染めることができるシャンプーです。ボトルもなんかね、真っ黒でなんか染まりそうっていうイメージというか、勝手なねボトルのイメージですけど、なんかしっかり染まってくれそうな、なんかかっこいいスタイリッシュなデザインですね。はい、ということでこの濡らした毛束に早速塗っていきましょうか。口コミを見る限り香りが気にならないとか、素手で使っても手が染まりにくいって書いてありました。どうなんでしょうかね。結構ねシャビッとした柔らかめのタイプのシャンプーですね、シャンプー自体は。でしっかり泡も立つような感じがあります。で香り確かにそんな気にならない。でもなんかすごいアロマの香りというか、ラベンダーというか、なんかそういうアロマ系の香りがしますね。なんかやっぱり泡立つ方のシャンプーだったら、しっかりなんか全体髪の毛包んでくれそうで、ムラなく染まるイメージがありますね。はい、一旦これでこんな感じ。でもなんか色すごい入ってそうな感じしません？まあね、やや薄いかもしんないけど、この時点で結構色味が入っている気がする。はい、では次はこちら、ヘアボーテボタニカルカラークリームシャンプーダークブラウンです。こちらは 200g で5867円です。こちらのシャンプーはシャンプーの他にコンディショニング、カラーケア、色持ちケア、ツヤ改善、うねり毛ケア、頭皮ケア、そして白髪染めシャンプーっていうね、1本で7役も効果が期待できるっていうことなので、仕上がりすごい楽しみですね。でこのシャンプーはこういう感じ、ちょっと泥っぽい感じ、泡立つのではなくて、これはクリームタイプですね。こうやってやっても泡立たない。クリームタイプのちょっとこってりしたトリートメントみたいな感じのシャンプー自体は質感ですね。で口コミでは徐々に白髪が目立たなくなったって方もいれば、染まるのが遅すぎるっていう意見もあるみたいなので、それもね実際のこの染まり具合で見ていきたいですね。でこれクリームタイプなんですけど、割とこってりしてるけど柔らかいので、しっかり髪全体に馴染みやすそうだなっていう感じはあります。で香りはあんまりしない、薄めの、なんかこれもちょっと薬草っぽいというか、まあ、レモングラスの香りだそうなんですけど、なんか私バナナの皮みたいな匂いがするなって感じました。でも全然嫌な匂いとかじゃなくて、匂い自体が弱いのでそんなに気にならないかなって感じです。はい、こちら1回目終わりです。ヘアボーテ。はい、そしたら次3つ目はこちら、黒のクリームシャンプーです。 400g で5808円です。こちらのシャンプーは南野陽子さんが愛用されているシャンプーでして、これ1本でシャンプーとトリートメント白髪染めができるようになってます。黒豆や昆布などの天然エキスを配合することによって、ダメージを補修しながら髪の毛を染めることができるシャンプーになってます。で口コミでは3回目だけど十分に染まったって方だったり、よく染まるって言った声がすごい多いなって感じたので、実際ねやってみてどうなのか、そこも見ていきたいところですね。シャンプー自体はこれはクリームタイプですね、泡立たないタイプ。結構こってりしてますね、あんこっぽい感じ、しっかりとした固めの質感なクリームシャンプーですね。でもなんか塗った時からやっぱり全然違うかも、色の入り具合が半端ない。ただねクリームシャンプーって泡立たないので均等に綺麗に馴染みづらいというか、普通に泡立つシャンプーに比べると馴染みにくいかなって思うので、そこはしっかり気をつけてね、意識しながら全体に均等につけていただけたらいいなと思います。
これに関しては本当についたところはめっちゃ色綺麗に入りますね。すごい。全然時間経ってないのに。多分画面越しでもわかると思うんですけど。すごいわ。で、香り自体は控えめなローズ系ですね。なんかすごいお上品な香りがします。でも、ちょっと控えめなので、そんなに強くないかなって感じです。なんか、値段自分で言って、あ、ちょっと高めだなって思ったんですけど、やっぱりそれなりに染まり具合が全然違う気がするので、高いだけあるなって、この使った瞬間に思いました。はい、てなわけで、こちら黒クリームシャンプー、1回目終了です。はい、そしたら次4つ目、モアブルームカラークリームシャンプーです。こちら 240ml で3480円です。こちらのシャンプーは、シャンプー、トリートメント、コンディショナー、ヘアマスク、白髪染めなど、1本で5役もしてくれるシャンプーです。このボトルもね、なんかさっき見た感じがしますが、かっこいいスタイリッシュなボトルですね。で、さっきのね、キワビは真っ黒だけど、こっちちょっと、ブラウンっぽい。わかるかな？ちょっとの違い。似てますね。サイズが違う。でもこれもかっこいいですね。モアブルームもスタイリッシュな、高級感のあるデザインですね。ではシャンプーしていきましょう。で、このモアブルーム、口コミを見てみると、あんまり染まらないだったり、染まるのに時間がかかるっていう声も多かったので、実際どうなんだろうなーってところですね。で、これ、名前自体はクリームシャンプーってなってるんですけど、泡立ちます。中身の感じも極火にちょっと似てますね。若干泡立つシャンプーって感じ。でも私的には、本当に泡立つシャンプーの方が全体に均等につきやすいなって思うので、好みは泡立つシャンプーの方が好きですね。こういうで結構ちょっとシャビッとした、本当にこうこっからツーって垂れていきそうな感じのゆるいシャンプーなので気をつけてくださいね、垂れないように。香りに関してはこれもアロマっぽいな、すんごいアロマの匂いする、癒されますね。ラベンダー系の香りですね。ちょっと分かりやすいかも。でもすごいお上品な感じで嫌な香りではないですけど、ちょっと強めかなって感じですね。もうすごいモアブルームも結構しっかり、私的には見る感じ染まってるなって感じはするんですけど、で実際口コミではあんまり染まらなかったって声もあったので、ちょっとしっかりそこ見ていきたいですね。でもこの染まり具合とか使用感的にはグッと私は好きです。はい、ということでモアブルームでした。はい、そしたら最後じゃーん、こちら5つ目はリシディアフレルのカラーシャンプーです。こちら 240ml で3960円です。こちらのシャンプーは、まあ、名前の通りリシリアフレルって、もう最初にねリシリって書いてあるんですけど、リシリ昆布の成分に着目したシャンプーで、昆布の成分でもあるミネラル、フコイダン、アルギン酸を美容成分として配合していて、潤いや保水、保湿効果が期待できます。口コミでは5日ほどで白髪が目立たなくなったっていう方もいれば、1ヶ月使っても白髪のキラキラが抑えられる程度っていう方もいたので、これも染まり具合ちょっとねしっかり見ていきたいところですね。で、シャンプーの質感はこれも結構シャビッとした、本当に通常のシャンプーに似てますね。キワビとかモアブルームと同じような泡立つ方のシャンプーです。やっぱ泡立つ方が全体にすぐ馴染みやすいなって感じはします。もうなんか匂いが近づかなくても香ったぞ。なんか一番シャンプーっぽい香りな気がします。ホワイトフローラルの香りだそうです。カラーシャンプーって全部独特なちょっとアロマの香りっぽいのが強いんですけど、このリシリアのシャンプーはもうちょっとシャンプーっぽい爽やかな感じがしますね。ただこう染まり具合を見てみると、1回目、ちょっと薄いんじゃないかなって感じてます。でさっきまでのシャンプーがね染まりすぎてなのかもしれないんだけど、あ、でも染まってんのかな。でもなんかちょっとすごい濃くはない気がする。はい、というわけでこちらもリシリアフレルシャンプー1回目終了でございます。はい、ということで今こんな感じで一通り一個一個シャンプーできましたが、ここから一つに対して5回ずつこれねシャンプー持ってきたので、しっかりシャンプーしていきたいと思います。ちょっと時間かかるんですけど頑張ります。はい、ということで全部5回シャンプーして乾かしてきました。結構時間かかったぞ。はい、でねやっててすごい面白かったですね。全然やっぱり同じダークブラウンでも色味がそもそも全然違うなって感じたし、すごいね分かりやすい結果が出ております。では早速見ていきましょう。じゃあまずはキワビシャンプーですね、こちらです。すごい綺麗じゃない。こっちが白い毛束の方、こっちが白髪混じりの黒と白の毛束ですね。すごい綺麗。手触りも良くてすごいサラサラな感じですね。でもどっちが黒の毛束でどっちが白だったか分かんないぐらいしっかり染まってます。色味的にはこんな感じ、しっかり色が入っています。白髪混じりの方も白い毛と黒い毛の境目はそんなに分からないけど、若干ちょっとキラッてするところがあるかなぐらいですね。で香りに関しても
なんか本当に全然平気というか、あんまりつかないですね。シャンプー自体の香りに比べてそんなに付着しないというか、全然変な感じ全くしません。いいですね。はい、こちらキバビのシャンプーでした。はい、そしたら2つ目、ヘアボーテです。付け束こちら、結構茶色って感じ、ブラウンって感じですね。画面越しだとちょっと伝わりにくいかもしれないんですけど、ちょっと赤っぽい感じのブラウンっていう感じですね。色味はしっかり入ってるかなって感じます。で、白髪混じりの方も染まってはいるけど、ややちょっと浮いてるかなっていう感じ。画面越しだとやっぱりどうしても難しいんですけど、ちょっと浮くかなぐらいな感じですね。でも全然問題はないかなって思います。ちょっと暖色系の赤みっぽい色なので、もともとカラーしてる方とかもめっちゃいいかもですね。全体的に綺麗に馴染んで色が入ってくれそうな感じがします。で、結構やっぱり触り心地はサラサラっていうよりかはしっとりって感じ、割と重いかも。クリームシャンプーなのでやっぱりちょっとボテッとする感じはあります。なのでボリュームを残したい方とかだったら、ちょっと重いかも、ちょっとペタつくなって思っちゃう可能性があるかなって感じました。で、香りは若干残るぐらい、これも本当に気にならないかなっていう感じはします。最初に説明したように、このヘアボーテは700シャンプーとしての機能を、コンディショニング、カラーケア、色持ちケア、ツヤ改善、うねり毛ケア、頭皮ケア、1本で7役もするシャンプーですが、まとまり具合はすごいいいなって思います。カラサラサラ、カルカルって感じよりはしっとり、重、まとまるなイメージですね。はい、そして3つ目こちら黒ですね。こちらの毛束でございます。これもね、しっかり染まってますね。色味的にはなんかね、パープルっぽいブラウンな色味かなって感じました。なんかツヤがすごいツヤっぽく見せる色になってますね。染まり具合しっかり染まってますけど、ややブラウンな感じですね。ガーンって染まる感じはあんまりないかな。でもしっかり色は濃く入ってる感じですね。で、白髪混じりの方も染まってますが、ややちょっと浮くかなぐらい。わかりますかね、このキラッとした感じ。色味的にはでもすごく綺麗な色かなって思います。ただちょっと質感的に重いかもしれないですね。結構しっとりな仕上がりなので、ちょっとペタつく方は多いかもしれない。もともとペタ毛の方だったりとか、すごいトリートメントとかを吸いやすい、重たくなりやすいタイプの人は、もしかしたらこの黒のクリームシャンプーはちょっとペタってしちゃうかもしれないですね。ただもともとすごい癖が出るとか、剛毛で広がっちゃうっていう方とかだと、すごいまとまる質感かなって思います。色もね、素敵な色で髪の毛が綺麗に見える、バイオレット系のツヤのブラウンなので、髪を綺麗に見せたい、そして白い髪の毛をしっかりっていうよりかはなんとなく染めてわからなくしたいぐらいの方とかはすごくおすすめです。はい、4つ目はこちらモアブルームですね。こちらこんな感じ。もうね、見ていただいた通り、画面越しでもこれ伝わるんじゃないかなって思うんですけど、結構色が薄いかも。他のシャンプーって結構赤みのあるブラウン系の色味なんですけど、これ見てみるとすっごい綺麗な、どちらかというとアッシュ系の、普通にブリーチ毛のカラーシャンプーとかにも5回ぐらいだったら全然使えそうな色味だなって思いましたね。白髪混じりの方の毛束見てみると、やっぱりちょっと染まりが薄いか、画面越しだともしかしたら伝わらないかもしれないけど、白いのが若干浮いてますね。なんかいい感じのハイライトの色味みたいになってるかも。で、このモアブルーム、最初に伝えた通り、口コミであんまり染まらないとか、染まるのに時間がかかったっていう口コミが多かったんですけど、なんかその通りだなっていう感じはすごく思いました、これ見るとね。ただね、色味はめちゃくちゃ綺麗なんですよ。普通に私この色に染めたいぐらいすごく綺麗な色なんですよね。なのでベースの髪の毛がもともと明るくてハイトーンで、ちょっとベージュ系に柔らかくしたいっていう方とかは、これ使っていただけたら全体ぼかせるんじゃないかなって思います。もともと髪の毛が黒い方で白髪のところをちょっとぼかしたいなっていう時は、これ使うとちょっと物足りないって感じちゃうかもしれないですね。で、手触りに関してはすごいサラサラな感じですね。モアブルームもクリームシャンプーって書いてありますけど、泡立つ方のシャンプーだったので、手触りがすごいサラサラって感じで、変にじどーっとする感じもないです。で、香りに関してもすごい残ってるわけじゃなくて、全然自然な感じですね。嫌な香りは残ってないです。カラー剤っぽい香りも残ってないです。ただ今回紹介した中で、このモアブルームが一番安いんですよ。3960円で、まあ決してね、すごい安くはないんですけど、今回紹介した中では一番安い商品なんですけど、やっぱりやってて値段をすごく感じたというか、値段はちょっとやっぱり消費力に比例するなっていうのを感じましたね。でも使い心地は私ね、泡立つシャンプーですごい好きだったので、元々のベースの髪色によるかな、これが合う人合わない人っていうのは。ただ染まり具合はあんまりよろしく
ないかもですね。 iPhone で最後じゃん、こちらリシリアフレルですね。これね、やっぱりボトルだからすごいやりやすかった。他のやつは全部こう手に持って出さなきゃいけなかったんですけど、ボトルだからピピって。まあね、5回連続でシャンプーする人もなかなかいないと思うんですけど、5回連続でする分にはもうこのポントがすごい神って思った。はい、というわけでリシリアフレルは色味こんな感じです。違い出たね。めっちゃ赤毛のピンクっぽいブラウンじゃないですか。これもね、色味はめちゃくちゃ可愛いんですけど、まあ触り具合っていうところで見ると、まあ薄いかなっていう感じはしますね。で、触り心地もサラサラっていう感じで、ベトっていう感じはしてないですね。香りももともとそんなね、確か私リシリアフレルやってる時、香りなんか一番シャンプーっぽいって伝えたと思うんですけど、本当に嫌な感じはしないけど、一番香り残ってる気がする。一番カラーシャンプーっぽくない香りだけど一番残ってる。でも不快な感じはしません、全然。このリシリアフレルシャンプーはもともと暖色系の髪の毛の人はめちゃくちゃいいかも。ちょっとピンクブラウンですとかすごい綺麗じゃないですか。色味的にはもうグッとめちゃめちゃ可愛い。ただ毛束混じりの方でいくと、やっぱりちょっと黒い毛束に赤い、ちょっと赤っぽい毛が混ざってるような見え方にはなりますね。こんな感じです。色はめっちゃ可愛い。さっきのモアブルームと超反対の色味ですよね。同じダークブラウンなのにこんだけ色味が違うって結構面白いですよね。このリシリアフレルも泡立つ方のシャンプーなので手触りすごいいいですし、流してる時もすごい泡切れが早かったなって感じました。はい、というわけで今5つのね白髪シャンプー見ていきましたが、謝る的ベスト3発表していきたいと思います。第3位はドゥルルルン、じゃん、プロのクリームシャンプーです。見てわかる通りしっかり色も染まってますし、この中で一番しっとりした質感だったなって思いました。なので本当に髪質ですごく悩んでる方とかは、もうとにかくボリュームを抑えたいだったり、まとめたいっていう方はこの黒のクリームシャンプー使っていただければしっかりまとまると思いますし、色味も映えるしいいんじゃないかなって思いました。ただ本当髪質によってはすごいペタッとしてしまうんじゃないかなっていうところで第3位にさせていただきました。はい、第2位はドゥルルルン、じゃん、ヘアボーテボタニカルカラークリームシャンプーです。もうね、これはねしっかりもう見てわかる通り色もちゃんと入ってますし、この1本で7役も役を果たしてくれるっていうところがね素晴らしいなと思いました。シャンプー、コンディショニング、色持ちケア、カラーケア、うねり改善、頭皮ケア、ツヤ改善、すごいですよね。1本でこんなに役割がある上にちゃんと色味もねしっかり入ってますので、他のものに比べると色の入り具合はいいかなと思います。で、クリームタイプのシャンプーなのでしっとりしますし、髪のボリュームを抑えたい方とかダメージ気になってる方にいいかなと思います。はい、では続いて第1位はドゥルルルン、じゃん、ヒバビカラーシャンプーです。もう見てわかる通りもう染まりすぎでしょ、色綺麗に入りすぎでしょっていうぐらいしっかり染まってます。だってこうやって見るとどっちがどっちの毛束かわかんないぐらいじゃないですか。でね、シャンプーのタイプも泡が立つ方のタイプで、私が好きな方のシャンプーなので手触りもねすごくいいんですよ。サラサラで変にペットリとかしっとりっていうのがなさすぎないので、髪の毛がペターンとならなくていいなって思いました。で、何よりも一番色が入っているっていうのがね素晴らしいですね。ヒバビのシャンプーは5478円とシャンプーにしてはお高めな値段になるかなと思うんですけど、それでこんだけ染まれば私はもう出すべき料金なんじゃないかなと思いました。ボトルも一番真っ黒で、染まり具合も一番綺麗にしっかり色が入りました。素晴らしい。はい、というわけで皆さんいかがでしたでしょうか。今回は白髪染めシャンプーを検証しつつ、謝る的ベスト3を紹介していきました。やっぱり同じ白髪染め、しかも全部統一のダークブラウンでも染まり具合だったり仕上がり色味に全然違いがあって、すごくなんかワクワクしました。自由研究してるような感覚というか、すごく面白かったです。白髪染めシャンプーっていうのは毎日のシャンプーを白髪染めシャンプーに変えることで白い髪の毛が染められるっていう手軽さがある一方、どちらかというと白髪染めみたいにしっかり染めるっていうよりかはぼかすような目立たなくするよっていうイメージになるので、完全に白髪をもうしっかり染めたいという方だったり、すぐにもう1回で白髪染めたいっていう方だとちょっと物足りなく感じてしまうのかなと思います。私のチャンネルでは他にもカラー剤や白髪用カラートリートメントとかいろいろね紹介しておりますので、気になる方はそちらの動画もぜひ参考にしていただけると嬉しいです。自分に合った方法で白髪のお悩みを解消していただけると嬉しいです。また私の公式 LINE のお友達追加もお願いします。追加特典として期間限定で5つの限定動画と私が出版した書籍の一部を無料プレゼントしています。お友達追加方法は概要欄のリンクからか、もしくは固定コメントのリンクから追加することができます。この機会にぜひ LINE のお友達追加お願いします。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。今こうやって画面越しにあやまるが見えてると思うんですけど、実はね空気椅子状態で今
めっちゃ足痛いっていうか、今回の動画で超もも鍛えられましたね。ちょうどカメラと合う机の高さがこの高さなんですけど、私が普通に立つとこうなるんですよ。ここでこんな風に喋ってもていうかついてるじゃん、ついちゃったね。まあいっか。でまあこんな風に立ってるとなんか意味わかんない感じになっちゃうので、ずっと膝曲げて空気椅子で喋ってました。気づいた？めっちゃ多分明日筋肉痛だわこれ。まあね、たまにはこうやって筋トレしながら動画撮るのもありかな。カミニーとは現役の表参道美容師であり毛髪診断士でもある謝るが、開発プロデュースを手掛けるヘアケアブランドです。発売時は Amazon ビューティーカテゴリー9冠達成、また楽天市場では発売開始早々に総合ランキング1位を獲得するなど、今注目されているヘアケアブランドです。一番の特徴は150万人を超えるフォロワーを持つ SNS を活用している点です。 SNS を活用することで広告費を削減し、削減分を原料に充てることでサロン専売クオリティを手頃に使い続けやすく提供する新常識を作り出すヘアケアブランドです。髪を通して日本中の女性を輝かせるというコンセプトのもと、皆様の髪にいいものを提供し続けることをお約束します。もっと知りたいという方は概要欄もしくは Amazon 楽天市場にて髪にいいで検索してください。